来るとは驚いたな。それはこちらも同じ。フカ、俺の正体を天蔵から聞いたな。そうだね、サカイ。戦のただ中じゃなかったら、あんたらにハエがたかってたはずだ。睨み合ったままでは命を落とすだけ。まず大鷹を斬る。落着はその後。いいぞ。あんたの策を聞かせてくれ。いかにして海賊が猛虎の勢を倒すってんだ。お主らが武士勢を任した手立て、戦場谷に誘い込み、父上を殺し退却を強いただろう。この策を猛虎に打つ。どうやって誘い出す。狙いは俺だ。そそのかせば谷まで追ってくるはず。そこで不意打ちを仕掛ければ残らず殺せる。悪くないかもね。まずは大鷹を探す。今もどこかで毒をまいておるはずだ。石膏が回ってる。見つかるさ。その後は俺に任せよ。俺も加えてくれ。やがては隠れ家が見つかって燃やされちまう。この木を逃すわけにはいかねえ。あいつが罠にかかるか見届けたい。決まりだ。天蔵は石膏を頼む。私は谷へ。俺は支度を済ませる。大鷹狩りは一度きりだ。抜かるな。ジン、大鷹族を見つけた。不可の手はずは。仲間を谷に集めた。あとは誘い込むだけだ。よし。石膏のところへ。大鷹族を見張ってる。俺があやつをおびき出す。あんたが狙いだと聞いたが、毒当たりの侍にどんな用だ。俺を樹脂に変えたいらしい。はあ、境砦の猛虎兵からそう聞かされた。毒を飲まされたんだろ。霊薬とやらは飲めば毒になるが、樹脂になるための儀礼だそうだ。まだ幻は見えるか。ああ、ひどくなる一方。いずれ来る死ぬ定めとも聞いたのではない。天蔵、こっちだ。奴ら侍を求めて島中を探し回ったら。大鷹もいるか。あいつは勢を止めて、それから鷹を飛ばしてた。見つかってないぜ。見渡してみるぞ。そうだ、嘘を伝えればいい。目印は兜。難しくはない。いたぞ、大鷹だ。どこだ。いないぞ。よく見ろ。見られた。逃げろ。ようやく見つけた、酒井陣。八方を探し回ったぞ。まずい。我が花向けを受け入れ、樹脂となるがよい。あれは毒だ。我を拒むがこの地で果てる父のよう。おのれ、どこだ。天蔵、大鷹が逃げた。探せ。あいつは元からいない。Yeah!
ジン、どうした？猛虎は待ち伏せていたが、大鷹はいなかった。なら、どこだ？どこにおるのかの？静まれ。この島のいずこが心を引く。再び相対すべきところはどこだ？もしや。戦場谷だ！父上が殺されたところ。部下が危ういぞ。大鷹を侮っていた。あんた、まさか樹脂になってないよな。俺たちを裏切ってないよな。疑うな。砦で毒を飲まされた時、あやつが別人に見えた。その時明かしたかつてのお前らの策を。谷でのこと知られてたのかよ。俺らが味方して何か企んでると気づかれたんだ。出し抜かれたが、まだ負け戦ではない。不意に現れた。何があった？それは後だ。大鷹を見たか？大勢を率いて手下を殺しやがった。隠れ家に引き返そう。この木を棒に振らんぞ。この地で大鷹を倒す。これだから強情な男は。行くぞ。聞きな、大鷹狩りを続ける。谷を進め。手遅れだ。戦は終わったも同じ。誤ったな。父も嘆いておろうぞ。そうかが、またしても誤ったな。も幻やも知れぬぞ。ジン、しっかりしろ。平気だ。
り会えた。大鷹、父の今はお忘れたか。骨が砕け血が流れる様を見ておったであろう。幼かった。侍がそれを言うか。ゆえに求めに耳を塞ぎじっと隠れておったのだな。ジン、生きてるか。いや、構うな。聞こえるだけでなく、今は姿も見える。この場所が悪くさせてんだろうな。いよいよ疲れたのではないか。来い、安らぎをやろう。黙れ、切り殺してやる。ジン、正気に戻れ。己が恐怖する。それは谷中に響いた断末魔の叫び。その苦しみ払ってやる。地獄に落とすぞ。東だ。俺を待っておる。あんたの勘には二度と頼らない。一人で行け。私らは別の道だ。俺はジンと行く。助けてやりたい。二人とも死ぬな。続け。モートを叩け。その傷がうずく地へと入れよ。癒してやるぞ。沈まれ。ジン、お前は戻れ。今さらだ。この場所は父上が死んだ地。霊薬がこの地へいざなった。何故であろう。己を下すためだ。いな、癒すためだ。幾とせも見やらずにいた生傷が霊薬によってさらされたのだ。誰が望んだ。あれは毒に過ぎん。常闇に囚われてはならぬ。蒼天の国へと魂を飛び立たせるがよい。守るべき民を見下げるなど少し。父をほふった民でさえも。ああ、差異はない。過ちだ。天蔵は他を。俺は大鷹を撃つ。
タン、燃え上がるでない。ジン、共に死ぬべきであった戦人として。面目ござらぬ。わしに、家にだ。堺の家名は汚された。息の者は我らを鬼だと。時としてなさねばならんのだ。鬼となってもいたわしかったな。いずれもされど大事なこと。それは戦場での話。親子は大事ではないと。あれが死んでから息子をどうすればよいのか途方に暮れた。故に武士として育てた。もうよいか。やれ、やるべきことを。家名の恥をすすぐのだ。仇を。切らんか、ふぬけ。俺は父上ではない。あなたは好きに生きた。あの死もあなたの咎。及ばない。かようなことは許されぬ。
ずや己が先祖の裁きを受けるであろう。必ずや。死ぬのが衆生のためだ。無事か？平気だ。お前はまだ聞こえるか？いや、すまなかった。もうよい。これで落着。他の奴にも知らせなきゃな。行け。後で向かう。待たせるなよ、ジン。血にまみれ、父の息吹も消え入りて、命の功の燃え尽くるかな。掘ったんだ。誰にも見つからないよ。山猫もさすがにバカにされるのが嫌になって、もうこの左にも、あの一味も秋うどん、ね、たっぷり積んでそうだ。もう
この首で試し切りしてみるか。お侍が何か言いたいみたいだ。不可、天蔵、達者のようだな。大鷹が死んだからね。よく励んだ。お主もな。我らで大鷹族の残党も退けよう。聞いたか、我らだと。後でまた寄りな。口堅い侍の手を借りたいことがある。傷は痛むのか。お前の前では平気だ。笑った時しか痛まねえ。たわごとを言う力はあるな。だが前のように刀は触れない。罪のない秋人が襲われなくなるな。これからはいかにして生きる。まだ大勢が大鷹の毒に苦しんでる。薬がなくても世話はしてやれるし、いつか言えるかもしれない。お前のように。俺はあの毒によって父の死を思い出し、仇を討てる折を得た。それから？己が死ぬことよりも父が嘆く方がずっと恐ろしかった。父ではなく自らを生かしたことを悔やんできたが、己と父を許した。なるほどな。潜む闇は消え去ってはおらんが、それもいずれは。それが癒す手立てかもな。かつての戸川を探り、恐怖と相対することが。そうであろうな。幾とせ前には思いもよらなかったことを言うが、お前と行き合えてよかった。俺も思いがけないことをするぞ。ありがとう、ジン。海賊に頭を下げたな。いいもの見れたぜ。